はい、ではよろしくお願いします。どうもハイチです。皆さん見慣れる方が隣にいると思ってると思うんですが、ちょっと早速ね、自己紹介をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スマホ学習塾青いゼミというサービスで、塾長をやっている中塚と言います。まあ、塾長兼数学講師をやっていますということで、まあ、本日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、そんな感じで今回中塚先生に来ていただきまして、まあ、ちょっとこう表示出てるんですけど、その夏休み明けに、まあ、結構生活リズムが変わるので波に乗り切れないというか、夏休み明けテストでこけたりする子も多いので、そうならない秘訣っていうのを私ではなくて先生がですね、僕は喋ってくれるので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、やっぱり夏休み明けってなんか勉強する気しないんですよね。そうですね。いや、しないですよね。めっちゃしないです。ハイさんもそうでした。めっちゃしないです。夜遅くまで起きて、まあ、朝遅く起きるという、ね、習慣がついてたりだったりとか、うん、まあ、あとその学校ってその昼の時間ずっと学校の長い時間、はい、まあ、学校の授業を受けたりすると思うんですけど、夏休み期間ってそれがないじゃないですか、はい、それがいきなり現れてさらにまた家で自覚するってなかなか難しいんですよね。まあ、おいじみで見ててもそんな人多いのかなというふうに思ってます。そこでまあ何をするかというところなんですけど、ズバリやること本当たったこれだけです。はい、学校の予習をしなさい。あ、予習なんですね。学校が始まるとなんか学校の授業だけで疲れるんですよ。うんうんうん、でやっぱりさっきも言った通り、家で自分で勉強するの難しいんですよね。うんうん、これで無理にね、学校の勉強プラスアルファやろうとすると、学校の勉強もなんかよくわかんないし、家でやってる勉強もなんかよくわかんないし、よくわかんないことばっかが積み重なってやる気がなくなるんですよ。まずは予習をして学校の授業をわかりやすくする。まあ、学校の授業が分かるようになってくると勉強楽しくなってくるんですよね。でまず学校の授業を楽しく分かるようにするっていうのをまず一つの目的、一番最初の目的にするとまあいいということですね。自分結構予習が苦手なタイプなんですよ。はいはいはい、予習と復習だったら自分復習を優先して生きてきたタイプ。あ、でも多いですよね。なんですよね。復習やるんですよね。そうなんですよね。そう、なんでかっていうと、予習って当然、まあ、先の勉強を自分自身でするので、分かんないともう力尽きるんですよ。そうなんですよね。それでもやっぱり学校の授業が分かるっていう状態にするのですごく大事じゃないですか。そうですね。苦痛じゃなくなりますしね、まずね、学校の授業が。ね、なので予習をする時の先生なりのポイントというか。学校の授業で説明もされないのに、説明されても分からないのに教科書なんて読んで分かるのかと、そう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 本当そういう気持ちですよね。はい、まあ、でも分からなくていいんです。予習するときに全部理解しようとするのが実はそのやり方として間違ってるんですよね。あ、教科書で読んだときに全部理解できるわけないぐらいの気持ちでいいんですよ。ちょっと見ておいて学校で、あ、これやったなって思えるぐらいで十分なんです。あ、なるほどなるほど。まあ、国語とかは分かりやすいかもしれないですね。読んだことない文章をいきなり解き始めるよりも、一回読んだことある文章の方がやりやすいじゃないですか。それと同じ感覚で、どの科目もそうです。理科でもそうですし、社会でもそうですし、まあ、中塚なんか数学もやってますけども、数学でもそうですね。数学なんか一番なんかその感覚ないと思うんですけども、読んでて一番教科書分かりづらいというか、思う人多い科目じゃないですか。でもそれでもいいんです。これ見たことあるなって思えるぐらいの予習で十分なんですよ。はい、なんで分かろう分かろうってやっちゃうと、それだけで学校の予習をやる気なくすじゃないですか。だからみんな復習するんですよ。で結果復習しかしないから学校の授業が苦しくて、で復習でまた時間かかって、また学校の授業苦しくてくるの、この繰り返しになるんですよね。なんかすげえ耳が痛いですね。話聞いてて、はい、自分完璧主義なところがすごい昔から強くって、はいはい、今すごく耳が痛かったのが、はい、予習をしようと思った時に、はい、できるようにならなきゃダメってすごく思ったんですよ。いや、本当そうですよね。で多分見てくださってる、ね、ユーザーの方の中にも、はい、それ多いと思うんですよね、結構その感覚。じゃそうじゃなくって、例えば数学だったら次のページ見たら、あ、こんな公式をやるんだとか、あ、こんな計算なんだぐらいでも、もう十分、もう本当十分ですね。あ、なるほど。でしかも大体学校の授業ってそんな10ページもいきなり進まないじゃないですか。そうですね。5ページとかなんで、5ページパラパラって見るだけなんで全然時間かかんないんですよね。もうなんとなくこんなやるんだぐらい、あ、公式3つあるねぐらいで十分ですよ。じゃあ完璧主義の人は本当にね、もう1から全部やるんですけど、はい、いやでもすごいんですよ。それでちゃんとやりきれるならいいんですよ。やりきれてないですよ。続けづらいんですよ。そうなんですよ。だから予習ってすごい苦痛なイメージなんですよ、自分の中で。そうか、そうか。じゃあもっとカジュアルに肩の力抜いて
取り組むと、取り組むとちょっと読んでみるだけでも構わないと。でも予習のハードル下げれるのいいっすね。予習復習をやりなさいってよく学校でも言われるじゃないですか、はい、大体みんながやってるのは復習だけなんですよ。そうですね、ほとんどの人は、うん、でなんでかっていうとさっき言ったの予習ってすごい辛いから、うん、でも予習は辛くやるものじゃないんですよね。本当に見たことあるなぐらいな感じでやっておくと、そのより復習もしやすくなるんですよね。特に夏休み明けになってくると、はい、学校の授業を受けてちゃんと理解するっていう習慣が夏休み中なくなるんですよ。やっぱり人間ってそのやらなくなると習慣ってなくなるもので、それをちゃんと一回ちゃんと作ってあげると、うん、まあ、いきなりその 100m 全力疾走みたいな感じじゃなくて、ちょっと 10m だけ走るぐらいの気持ちでちょっと予習をやってみると、なるほど、いうような感じがね、ちょっと今おすすめなんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、いいと思います。やってみてください、はい、ぜひやってみてください、ぜひやってみてください